はい、こんにちは。モーのペーパードリップセミナー上級編、デイ3ですね。座学その3ということで、今日はですね、コンテンツはこちら。はい、ですね、座学その3は焙煎度合いと抽出効率の関係と、引き目と抽出効率の関係、あと油温と抽出効率の関係で、最後に注油回数と抽出効率の関係という4つになっています。はい、2と3はですね、ちょっとパッケージというか一緒にお話ししたいなと、思います。まあ、4もちょっと2、3と少し絡むんですけど、2、3はですね、ちょっといっぺんに話そうかなと思います。まずですね、1番目の焙煎度合いと抽出効率の関係と、で、焙煎度合いですね、浅入りから、深入りまで、ありますけど、ご存知のように、手引きのね、ハンドミルとかで、やられた方は、ご存知と思いますけど、浅入りほど豆は硬く、深入りほど、豆は、柔らかいということになってますね。まあ、ここにね、サンプルがありますけど、ちょっとこういうね、サンプルも、まあ今これ5段階しかないんですけどね、サンプルなんかも持っているといいんじゃないかなと思うんですね。いろんな焙煎度合いでマルチにやるっていう場合にはですね、浅入り、中入り、中入りはこれは1ハゼが終わったぐらいのやつですね。中深入り、これは2ハゼ入ったところで、深入り、2ハゼピークですね。で、これ極深入り、これも2ハゼ終わってるやつ。もっとですね、この間間もあったりして、まあするんですけど、焙煎度合いの見極めはデイ4でやるとして、まあいろいろこうありますと。で、やっぱ硬さがこうね、違うわけですよ。で、硬さが違うということの意味をですね、ちょっと釈迦に説法なとこあるかもしれないですけど、少しおさらいというような意味も含めてですね、ちょっとお話ししたいなと思います。で、また丹部先生の、コーヒーの科学、ブルーバックスから出てるですね、本からの、引用になりますけど、まあ、このようにですね、生豆から、まあ、2ハゼ終わるまで、組織がですね、こう変化していくわけですね。で、特にこの1ハゼから2ハゼ終わるみたいなところが、いわゆる浅入りから深入りまでとして、飲料としてですね、使っているところになりますよね。まあ、ここ少し拡大すると、まあ、こういう感じで、1ハゼの前ぐらいからですね、内圧が上昇して、豆が膨張してシワが伸びるとありますけど、まあ、シワが伸びる前ぐらいのところから、パーンと弾けて1ハゼってのが起こると。で、そこからシワが伸びていって、まあ、いわゆる焙煎してとシワを見ながらね、焙煎をしていくみたいなことが、中深入り以降を、まあ、メインとするようなロースターさんだと、まあ、やってることかなと思いますけど、まあ、シワが伸びていくと。で、まあ、2ハゼ入っていく中で、さらにですね、内圧が上昇していって細胞壁の崩壊が始まりますと。で、2ハゼピチピチピチっていう風になって、で、細胞壁が崩壊していって、まあ、さらに進めてフレンチとかの、ロースト具合になってくると、細胞壁が崩壊している、その崩壊した隙間から、油脂分がこう出てきて、表面にこう油っぽさ、テカテカがこう出てくるというような感じですよね。で、まあ、このように、内圧がこう膨れていく、上昇していくことで膨れていく、で、さらに細胞壁が壊れていくっていう、まあ、プロセスがあるわけですね。で、まあ、それによって硬さっていうのが、やっぱり密度っていうのが変わってくるっていう話ですね。で、これをですね、もう少し現実の写真がないかなと、まあ、要は顕微鏡で見たような写真がないかなということなんですけど、25年以上前にですね、コーヒー焙煎の科学と技術っていう本がありまして、
でこの本の中に、顕微鏡で撮ったその焙煎度合い別の写真があるんですけど、ちょっと買おうかなと思って昨日アマゾン見たら中古しかなくて25万5307円とかですね、あのよくわかんない値段がついておりまして、これはマジいなと。でもうちょっと探したらこの本の中のその写真を撮ってあげちゃってるブログがありましてですね、あのこちらのブログなんですけど、ここのですねブログの中にこういうのが、まあ、ありますと。ちょっと読むと、下の左側の写真は焙煎中のコーヒー豆表面の写真で、右側の写真は焙煎中のコーヒー豆断面内部の写真ですと。コーヒー焙煎の科学と技術の写真を摂写しましたということで、はい。でですね、この左側表面ですね、豆の表面で、まあ、生豆はいいとして、ライトロースト、ミディアムロースト、フレンチロースト、まあ、あと下行くとイタリアンとかねあるんですけど、ライトローストはまあこういう感じで、シワがまあまあちょっとありつつも、まあ隙間がねあんまりない感じですよね。でミディアムローストになるとちょっと引っ張られたような感じで、少しこう、隙間が見えるような。でフレンチだとかなり、まあ、この間にあのハイシティフルシティとはあると思うんですけど、フレンチになるともかなり引っ張られてるようなね感じがしますよね。まあシワが伸びきってるような感じですね。で隣はですね、この断面を顕微鏡で見てると。でライトローストミディアムローストって、まあ、あんまりなんか変わんない感じするんですけど、フレンチまで行くとですね、この穴がですねかなりでかくなっている、もうあの穴だらけという感じですね、まあ、そういうことがですね、まあ、実際起きているという、まあ、エビデンスといいますか証拠なわけですね。でまあこういうふうに、密度が違うということなわけですね。密度が違うということは、まああの前もとお話ししましたけど、ガスで膨れて、ガスが抜けていって、まあ、そこで、まあ、切り刻んだ、粉の、まあ、表面だったり中だったりにこうお湯が入っ新しいお湯が、まあ、水が入っていく、こすれてエキス出していく、また水入っていく、こすれてエキス出していくを繰り返して、まあ、透過して、エキスを出していくっていうのが、まあ、透過式というお話しましたけど、そこ あのどれだけこすれていくかというところがですね、まあ、大事になってくる。でそれが、硬い密度が濃いものだとこす、れて出ていく量がやっぱり少ないですよね。で膨れて、擦れる量が、擦れる面積が、まあ、増えれば、水に触れる面積が増えるわけですから、エキスがより出ますよねということなんですね。だから同じ粒度で、浅入りから深入りまで引いたときに、やっぱりその抽出効率的に浅入りは、抽出効率悪いし、深入りだと抽出効率がいいということになるわけですね。まあ、これはあの、まあ、原則というか、まあ、傾向として、まあ、そういうことですと。もちろんですね、その豆とかいろんな条件によってそこは変わるとは思うんですけど、まあ一般的な、まあ、傾向としてはそう言えるだろうなということですね。でそうすると、じゃあ焙煎度合いによって抽出効率変わるんだから、抽出効率を得るために、例えば浅入りだったら抽出効率悪いと、じゃあ抽出効率を得るためになんか工夫しないといけないですよね。で、まあ入れ方だったら例えば攪拌をもっと激しくするとか、まあ、いじめることによって、出たりするけど、まあ今日はその抽出する、ドリッパで抽出するっていうことの、メソッドの話はしないので、それは実践編でやるので、この座学の今日の日としては、そこでなくて、まあ、条件の話をねしたいと思います。それで2番と3番の、お話になりますと。で2番3番ですね、引き目と油温、
こちょっと一緒に話したいと思います。で、引き目と油温の、抽出効率の話をする前に少しですねちょっとこの話をしたいなと思います。ちょっとこの写真ですね、この写真、何を、やってる写真かと言いますと、向かって右側の、カップから手前から1、2、3、奥に向かって1、2、3で左側、手前から4、5、6と、でこの6つのカップは、何かというと全部同じコーヒー、20g の粉をドリッパーに入れて、各このカップに、40g ずつ抽出していきました。1から6まで、それで、40×6 だから4×6=240g の抽出液を、作りました。まあ要は1から6までの順番で抽出されているということですね。でこの味を、比べる、でそれでどこで雑味が出てるかなみたいなことは結構やってる方今までいらっしゃると思うんですね。でただしほとんどの方は、抽出した液そのまんまをテイスティングしている。ご存知のように初めの方は濃いエキスが出るわけですね。でだんだん薄いエキスになっていくじゃないですか。で濃度がみんな違うわけですよね。濃度違うまんまテイスティングしてるっていうのは同じ土俵で同じセンシングで、味が取れないでしょうねと。比較するにはちょっと土俵が違うですよね。濃すぎるとそれは正確なあの、味としてみんな均一に取れてるかっていうと、まあ、取れてないですよね。なので濃度を全部合わせます。まあ一番薄いのは6なので6のカップの薄さに1から5も全部合わせるっていうことをしました。まあやり方としてはまあ1なら1でその取った 40g を別の容器に一旦移して、で、そこから少量このボウルにまた戻す。で、お湯で希釈する。で6と同じ濃度に合わせる。 TDS 系ある方はですね、それで数字で合わせてもいいと思うんですけど、なくてもですね、6と1を、右左カップ並べて6の、濃さになるように、1の、色味をですね合わせれば同じようになります。まあ、これ白いカップだと一番やりやすい。まあ、これバリスタハッスルのですねおなじみのカッピングボールですけど、まあ、こういうのでやるとですねすごく合わせやすいと思います。ということで、1から6まで、まあ、ほぼ同じ濃度に合わせました。で全部カッピングする、スプーンでカッピングして、あと実際に直接飲んでということで味を、取っていきましたと。で取っていくとですね、まあ味の出方がどうかっていうことなんですけど、よくですね聞くと思うんですけど、初めに酸味が出ます、コーヒーの味には出る順番があるんですよって言って、初めに酸味が出ます、酸味はこうだんだんこう減っていきます。で酸味出るんだけどその後、甘みがやってきて、まあ、甘みも後で下がってきます。で、苦みが、初めはあんまないんだけど途中から苦みがわーって出てきて上がっていきます。でこの苦みが雑味と一緒に語られるとかですね、まああるわけですよ。でなんですけどこう同じ濃度で全部味を取ってみるとちょっとね僕はねこう思ってるんですね。ちょっとグラフ化しますね。右側の軸はですね、時間で縦の軸ですね、は味の強さ、上に行くと味が強いで、酸味は一定、時間がどんなに経っても一定、ずっと抽出続けても1から6までずっと一定で、これに甘みが初めちょっと、遅れてやってくる。でこの甘みもずっといるんですよね。で後から確かに苦みがやってくる。苦みがやってきて、まあ酸味甘みを越してから、緩やかにこう上がってくるっていうような感じですね。で最後ですね雑味が
後の方で急にブワッとこう入ってくる、まあ、いわゆる雑が入っちゃうっていう言い方をねすることもあると思うんですけど、まあ、雑味が急にワッと出てくる、まあ、ここは出がらしみたいな感じにこうなるかなと思うんですよね、というような動きをしてる。でこれは苦味も酸味も両方取りたかったんで、サンプルとしては中深入り、ニハゼ入り口、ニハゼピチっていったようなところの焙煎度合いのものをサンプルとして使いました。で、まあ、一応そのサンプルだとこういう感じになると。でこれをさっきの6カップに当てはめるとこういう感じになりますね。最初蒸らし含めて 40g、 蒸らしとその後の本抽出の一部で 40g が1番で、 40g ずつにこう6番まであるという形で、僕のですね、抽出の、まあ、基本の割合は湯量じゃなくて、抽出量で僕見てるんですね。抽出量で見てる、まあ、いろんな理由があって抽出量で見てる。で抽出量ですね と粉の割合、粉対抽出量が1対10でいつもやってます。浅入りだとこれに、出来上がりに少しだけ、希釈をして味を整えるとかですね、そういったことをするんですけど、基本的には、1対10っていうのを、基本というかベースにしてます。でその時に今回 20g 使ったんで、4520200g になるところはこの ⑤ のところですね。 ⑤ のところが、200g になるところで、まあ、このぐらいですと、中深入りとして、酸味甘みがあって、その上に苦味がちょっと乗るぐらいのバランスで、雑味はまだ入ってこない。でこの辺があの僕のベストの、ニハゼ入り口のところの豆を、味わうのに、まあ、そのポテンシャルを味わうのに、一番いいかなと思ってるバランスがこの ⑤ っていうところですね。もっと早い ⑤ とかですね、そういったところで揚げたい方とか、まあ、いろいろいると思うんですけど、まあ、⑤ っていうところがまあいいかなというふうに思ってますということです。でこの時に、まあ、雑味がですね、⑥のところでうわっと出てくる。で、ここが、まあ、いわゆる過抽出ってこう言ってるところですね。で、この、例えば2とか3とか、まだ、中深入りなのに苦味が出てこない。やたら酸っぱいというか酸味が立ってますね、というところとかですね。なんかこう、味として、まあ、これ酸味甘み苦味としか書いてないですけど、他にもいろんなフレーバーがこう実はあるわけですよね。その辺がこうまだ全部出てこないっていったところは未抽出っていうね形で、こう雑味がこう出てこない前のところで、止めるっていうところが、まあ一番ですね、味として一番引き出せていて、かつ絞り切ってもいないところっていうのが、まあ、⑤とか、まあ、せいぜい⑤とかいうところなのかなと思います。はい、こういうところをですね念頭に置いて、このですね、引き目と油温というところで話をすると、で引き目なんですけどね、細かくするほど、抽出効率上がって、溶けやすくなる、まあ、だから濃くなるんじゃないですかねということですよね。粗くすると抽出効率悪くなるんだから、薄くなるというか、抽出効率悪くなって、味がエキスが出にくくなるということですよね。カレーのルーを、塊のまんまお湯に溶かすのと切り刻んで、お湯に溶かすんだとどっちが早く溶けやすいですかねっていうのが、まあ引き目の話ですよね。でただコーヒーの場合はカレーのルーとちょっと違うんで、細かく引くとですね、細かく引くほど苦味がこう出てくるっていう、まあ、傾向がどうしてもあるんですよ。これはもう傾向として苦味出てこない、豆もあると思いますけど、傾向としてですね、概してそういうことがある。なので、細かく引けば苦味をこのグラフで言うともっと早めにですね、持ち上げると
いうことが、まあ、できる可能性がある。で、逆にその苦味をちょっと遅らせたい、例えば浅入りとか中入りとかで、例えばその苦味を雑味と一緒に捉えて、いるような、まあ、価値観なり、思考というか好みの、場合であれば、その苦味は遅らせて、いわゆるクリーンカップっていうことを、できるだけ得たいですねという時は、少し粗挽きというか粗く引いて、クリーンカップ寄りにしていくっていうことが、まあ、できるかなと。あるいは、あんまりクオリティの高くない豆で、雑味がやっぱ多いですねとか、早く雑味が出ちゃうですね、その味が、奥行きがあんまりないから、雑味をマスキングすることができなくて雑味が早く感じちゃう豆ですねみたいな時は、苦味っていうものを遅らせると。でそういう時に引き目を粗めにすると、粗めにして粉を多くするみたいにすると、濃度を確保しながら、苦味を抑えるということが、まあ、できるかもしれないですねということです。まあ、そういう味の調整の仕方があると。でもう一つ油温ですね。油温も同じように、油温が高い低いで、やっぱり変わりますよね。洗い物をしていて、水で、油汚れを取るのとお湯で油汚れを取るのは、まあ、どっちが早くきれいに落ちるでしょうかっていうと、あったかい方が落ちるわけですよね。熱い方が、溶かしやすいと、熱い方がエキスを出しやすいと。なので、熱ければ濃度が上がって、低ければ濃度が低いなんですけど、こういうことを聞くと思うんですよね。油温を低くすると、酸味寄りのコーヒーになりますよって聞いたことあると思うんですよ。で、これは、まあ、この引き目の話と同じなんですけどね、このグラフをね、もう一回ね、見てほしいんですけど、酸味は一定、これ、某コーヒー YouTuber さんの研究でも ありましたけど、抽出をこう分けていって、でもう 3度がずっと変わんなかったみたいなね話もあったと思うんですね。酸味っていうのは、僕がこの 6カップを、まあ、センシングしても酸味変わんないんですよね。だけどこの苦味が上下する、苦味が、酸味より下にある、酸味より上にある、どれぐらい上にあるかとか、どれぐらい下にあるか、このバランスで、味わいが随分変わる。で、まあ、引き目もそうなんだけど、油温、今油温の話ね、油温を、低くしてると、この苦味っていうのが出にくくなるっていう傾向と僕は考えてまして、まあ、実際そうだと思うんですよ。だから酸味一定なんだけど、苦味が酸味よりもあんまり、上にいかないとか、そんなに酸味を追い越さないみたいな抽出の仕方をするには、油温を下げると苦味が出てこないんで、そういうバランスになる。苦味が出てこないから酸味が強調されているように感じるっていう、まあ、からくりと、考えていいんじゃないかなと思います。これ引き目で苦味が、まあ、出る出ないって話しましたけど、引き目も同じなんですよね。引き目を粗くすると、苦味を抑えるっていうふうに考えると、まあクリーンカップに近づいていくかなというような感じですね。油温も同じです。だから、高くすれば苦味をもっと早めにこう出していく、この曲線がですね、もっと早く苦味が上に立ち上がっていくような感じになっていく、苦味の量も、緩やかに上がっていくんで、苦味の量もだんだん上がっていくっていうふうになるだろうし、油温を82度とかこうグッと下げれば、中深入りでも、苦味をこう抑えて酸味よりの、味わいにまとめることもできるということですね。これが引き目と油温ということでございます。でただ、引き目に関しては細かすぎると
結構ですね、その微粉というか、すごい細かい粒子が実はペーパーを通ってサーバーに入っちゃうことってあるんですよね。金属フィルターならばもっと目視できるぐらい入ることありますけど、ペーパーだと目視できない感じのですね、粒子がこう入ることがやっぱりあって、それはですね、舌触りでこうやっぱザラつきというか、パウダリーとかね、カタカナで言ったりすることもありますけど、そういうザラつき感がこう出たりすることがあるんですね。で、苦味がこう出てくると同時にザラつき感も出てくっていう傾向になるんで、ちょっとあんまりよろしくない傾向にこう行くんですよね。なので、引き目は結構バランスも大事かなというところです。まあ、これを微粉取りでね、パウダーコントロールするっていう手もあります。まあ、ただその普段のオペレーション上、たくさん人に入れるとかですね、あとサクッと自分用でもサクッと入れたいとか、いう場合に、まあ、一時パウダーコントロールしてることもねできないでしょうし、まあ、そういう意味では、まあ、細かすぎても、ペーパードリップの場合ですよ、どうかなというところはありますと。まあ、ただそれも焙煎度合いによるんで、まあ、そこのですね、焙煎度合い別に、引き目とかですねどうするかっていうのはですね、まあ、また実践編で少しお話ができる機会があればなと思いますけど、まあ、少し気をつけないといけない部分ではありますと。ようですね。あと油温に関しては、その外気、気温とか湿度とかそれによって結構、ブレるというか、そういうところもあるので、まあ、最近ね電子式のでケトルの油温をずっとキープするみたいなのもありますけど、まあ、あってもあれケトルの中の油、ケトルがねこう結構細長いのが多いですけど、上と下の温度全部同じかとかね、いろいろあると思いますし、入れたら入れたで器具の温まり具合とか、何回連続でその器具使ってチンチンになってんのかなってないのかとか、材質とかいろんなことによって粉の温度とか、変わると思いますので、まあ油温っていうのもですね結構ブレるファクターではあるんですよね。まあ、なので、いずれにしてもファクターはブレるということは前提にあるものの、まあ、自分の作りたい味の方向性に合わせてですね、その引き目と油温っていうのをまあいじっていくっていうことがまあいいのかなと思います。まあ、あとは粉の量ですね。粉の量でいじっていくって感じですけど、基本的には抽出効率を上げるという時に一番ブレに、まあ、この中でブレにくいファクターとしてはまあ、グラムをキープしてまず、引き目を、半メモリでもちょっといじってみるみたいな調整の仕方かなと思います。でちょっとまあそこで苦味が強く出るような、ところになれば粉量を、引き目を戻して粉量をちょっと増やすとか、しながらまあ調整するって感じでしょうね。油温はなるべくそのこの焙煎度合いならこの油温、この焙煎度合いならこの油温っていうことを一応基準をつけといてやって、引き目とか粉の量で変えられなかった時に最後油温でいじってみるっていうところが、まあ、優先順位的には僕はおすすめかなというふうに思います。はい、あと最後ですね、注油回数、注油回数ですね、呼吸をさせるみたいな言い方する方もいらっしゃいますよね。お湯入れます、膨れます、へっこみます、入れます、膨らみます、へっこみます、膨らむ、へっこむ、膨らむ、へっこむをこう、呼吸してる、お腹みたいだから呼吸してるっていう言い方を、する方もいらっしゃる。でまあそうすると、濃くなりますよ、回数増やすと濃くなります。某46メソッドでも46の6の方は濃度調整の、ステージですよっていうことで、その濃度調整するときに回数を増やすと、濃度が上がります、回数減らすと濃度が、減ります、減りますっていうか薄くなりますっていう、
ふうに言ったりします。まあ、回数を増やすと、濃度増えます、高くなりますっていう、まあ、ことなわけですよね。で、それはそうなんですけど、少しだけね注意しないといけないことは、またさっきのグラフに戻りますけど、まあ、このようにですね、最後雑味がですねドワッとこう上がるわけですよ。この雑味がドワッと上がるときに、まあ、これがいわゆる出がらしとして、まあ出るわけですね。で、回数を増やしていくと、まあ、どういうわけか、粉っていうのはこのいわゆる、透過式の場合ですよ、常に真水というか新しい水がやってきてこすって落とす、新しい真水が来てこすって落とすっていうことをまあ繰り返すわけですね。で、これ何度も何度もこすって落とすってやって、あの何度も湿らせていると、まあ、あるところで、もうエキスも出なく、ほぼ出なくなって目詰まりを起こし始めるんですね。後半結構その湯だまりをするっていうのは何度も見てるんじゃないかと思うんですけど、回数繰り返すと、もう粉がですね水をこう、吸うっていうことに耐えらんなくなって、吸ってエキスを落とすってことをやめ始めて、湯だまりが始まるんですね。でこれにはまあ微粉がペーパーにこうまとわりついてって目詰まりするってこともあるのかもしれないですけど、まあ、基本的にその回数重ねていくと湯だまりが始まるんですよ。で、そうするともうそこから雑味が出てくるっていうことになるんですね。でそこでさらに、ガンガン入れてったり、ぐるぐる回して、入れてたりとかするとどん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 雑が入ってくるんですね。なので、濃度は上がるけど、この黄色い線のですね雑味っていうのも早くから出てきちゃうことになりますよっていう、まあ、そうっていう傾向がありますよっていうことは、まあ、ちょっと頭に入れといた方がいいだろうなと。なので、濃度調整なんだけど、そこにはバランスがやっぱりありますということですね。これをその各焙煎度合いによってどういうふうにその雑の出方が早かったり遅かったりとかするかなというところなんですね。で、まあ1の焙煎度合いの話ともちょっと絡むんですけど、抽出効率悪いやつはやっぱりその雑味っていうのはまあ抽出効率悪いから、まあ、出にくいっちゃ出にくいんですけど、それを無理やり抽出効率上げようとするとやっぱり同じようにあるところから雑味はやっぱり浅煎りでも出るんですよね。なので、抽出効率を、例えば浅煎りだったら抽出効率をわーっと上げて始めやりながら雑味が来る前にすぐ逃げるみたいな、戦略というか手法がまあ必要だろうなと思いますし、深煎りになってくるとまあ、この1から6でやったように、深入りの苦味とか甘みっていうことをきちっと確保しながらも、雑味が出る瞬間の手前でバッと切るっていうような戦略がまあ必要だったり、まあ、焙煎度合いによって、そこの傾向を見ながらですね入れ方のプロセスを設計しないといけないんだろうなというふうに思います。ということをですね、まあ、設計した結果を、まあ、後半のですね、実践編の、ところで、Day 5以降ですね、ちょっとやりたいなとは思っていますけども、まあ、そういうことです。はい。というところがですね、今回の Day 3、座学その3のですね、ことでした。まあ、振り返りますと、やったことは、焙煎度合い、引き目、漁音、あと注油回数、まあこの4つについてですね、それぞれ抽出効率の傾向と、まあ味の出方の話ということをですね話させていただきました。甘みとか酸味とかこう出したまあグラフというか線はちょっと他の方と違うグラフ線の引き方だったんじゃないかなと僕は思います。なのでまあこういう考え方もあるのかなというふうに参考になればなと思います。まあ、基本的にその酸味一定で、苦味をこう上下動かしたりボリュームを動かしたり、出す時間を早めたり遅めたりっていうことで味作りできますよってい う、まあ、ざっくり言うとそういったところが、まあ、気づきとして
あったので、ちょっと共有しました。はい、そしてじゃあ次ですね、今日はこれぐらいなんですけど、デイ4ですね。デイ4としては座学の最後ですね。これはあのおまけな感じになります。焙煎度合いの見極め方と抽出液の温度。焙煎度合いのですね、見極め方、ここに今あのサンプルありますけど、まあ、自分で焼いた豆とかね、スペックをちゃんと前もって聞いてるとか、まあ、そういうことだったらいいんですけど、どんぐらいの焙煎度合いかも分かんないで急に買ってきた豆とか、目の前に提示されてこれ入れてみたいになった時とか、その時に、さっき言ったように焙煎度合いによって、まあ、入れ方は、戦略を変えないといけないですよねという話をしたと思うんですけど、引き目だったり油温だったり、中等の回数だったり、まあ、そういったところを、焙煎度合い別に設計をして自分なりにこう自分はこういうレシピで設計しましたって、まあ、なったとしますよね。でその時にただ焙煎度合いに合わせてだったら焙煎度合いが分かんないといけないですよね。焙煎度合いもしかもなんか浅入り深入りいろいろ言っても人によってその定義違うわけですよね。だけど焙煎のプロセスは嘘つかないんで、まあ、どの辺の焙煎度合いなのかっていうのが、まあ、ある程度当てがつけられるという方法を、まあ、簡単にご紹介するということですね。それとあと抽出液の温度というか、まあ、抽出液はサーバーにですね、サーバーに入った抽出液の温度で、カッピングやってる方はまあお分かりと思いますけど、液体の温度によってですね味の捉え方変わってくるということはご存知だと思います。で、まあ、なので、どのぐらいの温度で、まあ、提供したり自分が飲んだりするのが、一番美味しいと感じられるかな、温かさと、まあ、美味しいっていうのの、まあ、バランスというかその辺が一番いいのはどの辺かなという、まあ、僕なりの考え方とその温度帯で、提供したり自分が飲んだりするっていう場合に抽出するときに、まあ、少し気をつけることとか、その辺をおまけ程度に少しお話ししようかなと思います。まあ、なので、まあ、デイ4はおまけなのであんまり長くならないかなと思いますけど、デイ4ってことをやって座学は一回締めようかなと思います。でその後はデイ5からは、実践をですね少しご紹介しようかなと思います。はい、デイ3は以上になります。ありがとうございました。